始まりましたバズタイムズです。8月19日は俳句の日。俳句、あ、しっくりきますね。今日だけは無理やり感がない今回はそんな575のリズムに合わせてすすりたいラーメンの動画です。どうぞ。バズタイムズ、小越遥が巡る新潟5大ラーメン、今回は第5弾です。最後ですね。それでは行ってきます。お席に着席したのですが、小学生くらいまではもう家族でその週末のご飯だったら結構な頻度で東横さんに来ていたので。ありがとうございます。あ、懐かしい。このなんかコップの色によって水なのか麦茶なのか微妙にわからないけど、多分お冷やです。はい、結局でお話をしていたところに到着して、はい、ありがとうございます。この方がスープの味濃くなってます。はい、思い出した味が、はい、ありがとうございます。思い出しました。わー、美味しそうですね。これはボリューミー。いただきます。はい、どうぞ召し上がれ。また副音声ですね。うん、はい、うん、そう、染みてますね。新潟濃厚味噌って書いてある通り、本当にもう味噌のガツンってくる濃厚な濃さがやっぱこれ癖になっちゃうなってなりますね。いや、そうなんだよね。うわー、微妙にすすれてない。あー、第5弾になってもこれです。あ、ここでようやく気になっていた方も多いであろう割りスープ。はい、うん、ちょっととかにしとこう。今入りました。どのくらい。この割りスープがかかって、それをこう均等に混ぜないというところも結構大事というか、濃い部分も残しておきつつ、それポイントなんですね。さっきよりも全然さっぱりしてる。やっぱ私この食べ方が好きですね。最初はそのままで味噌をガツンと感じて徐々に割っていくのが好き。あ、こだわりですね、それは。濃厚なスープに極太麺が絡んで、もうすっごく美味しそうでした。めちゃめちゃ美味しいですよ。これはもう暑い日、寒い日とか疲れた日とか、うん、関係なく、関係ない関係ない食べたいですよね。はい、全日程、全工程でちょっとよくわかんないですけど俳句の日ということなので、ここで一句お読みたいと思います全人類東横味噌で皆分類。ありがとうございます。八千代ポスター、ゲストは聖籠町の文化芸能大使高崎翔太さんです。特集は一条文子さんと県内のカレー店をめぐる千里の道も一歩カリー、夏らしい海の家のカレーや新潟市の洋食店のカレーを紹介します。そしてファンタスティックスの新潟100マイルは糸魚川編最終章。糸魚川駅周辺を巡りますが、街を歩く人は少なめ。そんな中たどり着いた人の多い場所とは。土曜午前10時25分放送。今週のガタチューブ、大人気ウェブメディアおもころの新潟出身の名物社長がスタジオへ。2017年、デートナウに使っていいよというフレーズとともに自撮り画像をツイートし、芸能人を中心にそのフレーズで大流行させるきっかけとなった人物は誰？これ誰だ？その時に御社に応募したんですよ。さらに新潟は全国一の弁当大国という噂を街頭で聞き込み、お楽しみに。ここでお知らせ動画のコーナーです。今日はですね、スナイパーの、スナイパーになろうの日です。バンバン。大江さん、はい、俳句と川柳の違いというものは分かります？長さ、どちらも五七五なんですけども、俳句では季語がほぼ必須とされている一方、はい、川柳は季語がなくても OK なんだそうです。じゃあ私がさっき読んだのに季語が入ってなかった、さっきのは0点っていうことです。川柳だった。